イキングドリームつかみたいね。ぜひ今のお気持ち一言お願いいたします。ごめんなさい、今じゃ応援してくださった方、私を支えてくださった方、ほぼ毎日限界まで練習をされていたとおっしゃってたんですけども、もうずっと最初から勝つことしか考えてなかったので、こんな感じになってしまうと思わなくて。最後にちょっとファンの方々へちょっと彼女一言だけお願いします。わかりました。私も最初から有名になりたくてとか、応援してくれる人が欲しくてとか、そういう理由で格闘技始めたわけじゃないんですけど、でも応援してくれる人の力がすごく自分の毎日のパワーになって、本当に皆さんがいなかったら今の私はここに立ててないと思うので、本当に感謝してます。ありがとうございました。